沖田義雄は、日本の陸上競技選手、陸上競技指導者。アムステルダムオリンピック陸上男子円盤投げ、ハンマー投げ代表。元円盤投げ、ハンマー投げ日本記録保持者。元早稲田大学競走部主将、監督、OB 会会長。元日本陸上競技連盟審議員。広島県広島市向灘大原出身。旧制広島一中。早稲田大学商学部卒業。広島一中で、小田幹雄の一学年上で、親友、広島一中への登校が一緒になり付き合いが始まった。中学時代は、テニス部。しかし72キロの巨漢で駆り出されて、全国中等学校大会に出場し、砲丸投げで優勝、小田と共に一時代を築いた。1924年、早稲田大学進学後、早大競走部で本格的に陸上競技を開始し、芝叩く間に日本のトップ選手に成長。同年、第2回早慶陸上で円盤投げで優勝。以後、第6回大会まで4連覇を達成。この種目のレベルを引き上げた。1928年、早大在学中にアムステルダムオリンピックに出場。また、日本インカレで、史上初めて砲丸投げ、円盤投げ、ハンマー投げの3冠に輝き、投擲王の名を欲しいままにした。早大時代は競走部主将を務めた。早大競走部の主将は、小田、沖田、住吉耕作と3代広島出身選手が引き継いだ。在学中沖田は、彫りの深いエキゾチックな顔立ちを生かし、夜な夜なダンスホールに通うなど、モダンボーイとして鳴らした。また退職官としても知られ、早大時代に同じ下宿に住んでいた小田の2倍の食事代を支払っていたという。現役中に日本陸上選手権優勝通算9回、日本記録更新15回という大記録を打ち立てた。早稲田スポーツの先駆者の一人である。引退後は後進の育成に力を注ぎ、1932年のロサンゼルスオリンピックでは、日本選手団指導員、1936年のベルリンオリンピックでは日本選手団ヘッドコーチとしてチームを支えた。戦後は母校、早稲田大学競走部監督に就任し、1957年、1958年と日本学生陸上競技対抗選手権大会、優勝に導いて1966年まで指揮を執った。また長く OB 会長の任にあり、温厚、地味あふれる人柄で後輩の敬愛を集めた。1973年、勲4等瑞宝章受章。1993年、90歳の時、盟友の小田らに請われて、宮崎県で開催された第10回、世界ベテランズ選手権に出場。男子90から94歳のクラスに出場し、円盤投げとハンマー投げで金メダルを獲得した。この時記録したハンマー投げ12メートル10の記録は今もマスターズ記録として残っている。多趣味で知られ、中でも浪曲、茶道袈裟、ダンス、俳句は苦労と裸足であったという。2001年、98歳で肺炎を発症し、大往生した。沖田の死後、義妹の熊坂久美子が沖田の遺品を早稲田大学大学史資料センターに寄付。現在は同書に保管されている。講道家で、講道五科流、桂由紀会理事長を務めた、沖田武子は妻である。ありがとうございます。